岐阜市の平野信夫さんからです。サザエさんの家族の中で一番好きなのは誰ですか？また理由も教えてください。そうだな、カツオくんがいい。なんかいたずらとか一生懸命考えてやるんだけどダメでしょ。そういうとこ可愛いなと思います。さあこの夏注目のアイテムをチェック。ロンドンストライプのシャツ、29インチデジタルテレビ、白いスニーカー、ズートなマリンパンツ、ゴルチェのニューサングラス、シングルライフの家電品、プリントシャツ。これは88年サマーアイテムカタログ。欲しいもの、新しいものがすぐ分かる特集カタログ商品学、ホットドッグプレス5月10日号、今発売中。南野陽子、何のこれ式、何のでデザインの候補はがきを紹介します。はい、何のでデザインっていうのは一体何かっていうと、私南野陽子がですね、ラジオを聞いてるあなたのお洋服をデザインしちゃおうっていう企画なんですけど、ただしね、条件があります。それは私がですね、デザイン画を送りますから、それを必ず作ってくれること、これ条件なんですね。そのお洋服を着た写真をね、送ってもらえればいいと思うんですけれどね。それではね、今夜も何つうか候補をあげたいと思います。紹介しますね。トントントン、埼玉県川越市の立花哲司さんからです。はい、デザインしてもらいたいのはバイクのツーリングチームのトレーナーまたはワッペンです。まずチームの生い立ちから聞いてください。チームを作る話は高3からあったんですが、メンバー4人のうち3人が大学受験でペケだったので1年後にしました。私はダブル大に合格するために、何のこれ式の時間になってもここでラジオを聞いてはみんなと同じだ、ここで我慢すればと思って勉強しました。しかし受験も時の運、ダブル大には合格できませんでした。時の運だけかな、勉強不足っていうのもあるやーんなんちゃって、3月に何のこれ式を聞いておると、何のさんの励ましのおかげで合格ができましたとか、合格した人本当に良かったですねと言ってるのを聞いて本当に涙が出るほど悔しくなりました。あとの2人は決まったんですが、私はどうしてもダブル大に行きたいので二浪することにしました。1人のせいでチーム成立を1年延ばすのも悪いと思い今年成立しました。チーム名は4人で話し合った結果、ラジオも我慢をしていた思いがダブル大に落ちたのはきっともののけか何かに取り憑かれてるんじゃないかってことで、ツーリングチームもののけに決まりました。どうか走ってもすぐ分かるようなデザインを頼みます。はい、あ、そうですか、二郎ですか。でもね、男の人、そんなこの哲司さん、がっかりしないで、どうか頑張ってくださいね。うん、きっと大丈夫だと思いますよ。そう、でもね、ラジオ聞かなかったのが悪いんだよ。そんなら、このラジオを聞いて気分転換っていうか、やっぱしそう、合格人だってたくさんいるんだから、そう、これからは聞いてね、この1年ね。そうで、他のこう時間帯は聞かなくていいからねとか言って、これちょっと良くないんじゃない、名前ツーリングチームもののけって。だってもののけって何や、ほら、なんか要するになんか動物とかのさ、なんか取り憑かれてるとかそういうあれでしょ。そんなの、なんか走っててなんかに取り憑かれたら怖いしさ、なんか事故とかありそうな感じがするので、ね、名前をまず変えなきゃね。もし私がだからこの人たちのデザインをするとなったら、まず名前を変えることから始まるわ。うん、そう、勝手に変えさせてもらっちゃう。そう、でもね、そう、私興味あんのよ、こういうバイクはね、わかんないけど、レーシングチームとかだから、ほんとそういうのの、かっこあるでしょ、ああいうのってすっごいかっこいいなとか思って、で興味があってね、自分なんかも欲しいななんて思ったりするんですけどね。そうだな、もし作るとなったら自分が着て似合いそうなのを作って、それをみんなにあれしちゃうと思うんだけど、うーん、かっこいいの作りたいと思うんだけどな。ねえ、レーシングチーム、こういうあれですけど、この哲司さん二郎だということですけど、あまり気を落とさないでね、一生懸命頑張ってください。きっと合格すると思いますよ。応援してます。はい、あとね、まだこの
募集には数週間ありますんで、あのいろんな候補を紹介してね、5月の中旬くらいにお一人選ばさせていただきます。まだチャンスありますからね、ぜひ応募してください。デザインしてほしい服は一体いつどんな時に着る服なのか、どういうイメージのデザインがいいか、そしてあなたの年齢や電話番号も必ず書いて、宛先は今お聞きの放送局か、郵便番号 100-87、はい、日本放送南野陽子、何のこれ式何のでデザインまでお待ちしてます。はーい、それでは時間も少なくなったけど、この辺で何の箱開いてみたいと思います。はい、あれ紙がなんか入ってましたね。こう箱に紙が入ってる、なんか嫌な感じ。読みます。今度仕事でニューヨークへ行く南野さん、アメリカでスムーズに仕事をするためにはやっぱりニューヨークのヤッピーを和ませるジョークを言えることが重要です。そこでこれから予行練習として得意の小話英語版をやってください。かーんねえ、やだね。なんかほとんどこういうなんか指令っぽいのってなんかさ、メルヘンチャレンジ、大変チャレンジみたいな感じで変わらないね。うん、いやーでも久々なんでね、そうですね、やってみたいと思う。ニューヨークでしょ。そう、私ニューヨーク行くの2週間ぐらいなんで、そう、私今まで海外行ってたいつも3日とか4日とかね、長くて4日っていうちょっと情けない感じがあったんですけどね、今回2週間も行けるってことですっごいやったー、少しは楽かなと思ったらね、もうコマーシャル撮影とかね、レコーディングとかね、あと雑誌とか写真集とかなんかね、あとビデオ、そう目いっぱいあってね、あちょっとと苦しいかななんて思うんですけどね、でも行ってみたいと思うんでね、楽しみなんですけどね。小話ですか。そうですね、ちょっとなんかあるかな。じゃあ行きます。それではよろしくお願いします。いきます。竹下総理が挨拶しました。 I'm sorry。 いや、ちょっとね、ちょっとやだなこういうの。なんかじゃあ次いきます。アメリカで鉛筆がベニヤでできてる州はどこだ。ペンシルベニア州。お見事。はい、関西の恥ずかしがり屋が言いました。シャイデンガナー。次いきます。ネバダ州の納豆はすごーくネバダ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 。お腹が空いてるから口を大きく開けてハングリーと食べる。いやもうなんかやだな、考えてもこんだけしか出てこないけど、はい、久々小話やってみました。いやちょっとこういうやった後ってすごいかなり恥ずかしいのよ。ほんとこれがもしドラマだったら顔が映ってるから私はきっと NG を出すと思いますけどね。ねえ、そうでもニューヨークほんとね楽しみにしてるしね、向こう行ってミュージカルとか見たいなとか思うけど、なんかそういう時間もなさそうな感じだし、またねその時のこととかお話ししたいと思うから待っててね。それでは私の曲を聴いてください。これは吐息でネットの B 面で、結構好きです。いい歌ですよ。ガラスの海で。